えっと、テレビ東京官邸キャップの篠原弘明です6月18日現職国会議員である河合克行前法務大臣と妻の安里参議院議員が検察当局によって逮捕されました容疑は去年の安里議員のですね参議院選挙をめぐってこの票の取りまとめのために現金を配ったという 公職選挙法違反、買収容疑となっています。で、この法務大臣経験者がですね、逮捕されるのは初めてのことと見られていまして、また、国会議員である夫婦がともに逮捕されるということは、衝撃的なことであります。で、この逮捕はですね、6月18日になったというのは、これは大きな理由があるんです。それは前日日の6月17日に 通常国会が閉幕したからなんですの皆さんこの言葉聞いたことがあるかなというふうに思います国会議員には不逮捕特権というものが憲法50条で保障されていますこれはどういうことかと言いますと国会が開かれている会期の間はですね、国会の許可なく国会議員は逮捕されることがないというものなんです また、仮に逮捕されたとしてもです、ね、国会が議決、国会が決めればです、ね、釈放をしないといけない例えば拘置所に入っていてもその身柄を解放しないといけないというこういう特別な特権があるんですね、えーまあ、一般で考えてみればです、ね、私たちがまあ万一捜査当局がです、ね、逮捕すると決めたのに対して待ったをかけることはできないわけですよね。ですからこれは 一般の人ににはなないいい強力な特権だととう,ふうに言えると思いま,すまあこういうお話をするとですね、まあ、国会議員っていうのは偉いから特別扱いなのかよというふうに一瞬思えてしまうかもしれないんですが実はあの国会議員のこの不逮捕特権っていうのは、えー、単に国会議員を守るという意味ではないんですね。でちょっとこの世界史的な、まあ、歴史的な話になるわけですけれども。 もともと中世以降近代に入っていく時にあたってですねまあ年代でいえば1600年代とか1700年代とかそういうあたりでヨーロッパを中心にこの議会制度というのは発達していくわけですがなぜ議会ができたかというふうに言うとですねまあ当時政府 まあもしくはですね、王様と言った方がいいかもしれませんけれども当時の政府や王様はですねまあ割と好き勝手に強力な権限を振るっていたわけですねそれでまあお金が足りなくなると住民、国民ま,あまた貴族にですね、重いか税金をかけていたわけですでだんだんとそういう人たちが声を上げてですね、貴族や商工業者を中心にえ政府や王様が勝手に税金をかけるのはおかしいじゃないかと。 重いいいい税金すぎるぞというにうに声を上げていっててっっっそれが議会になっていったんですねですから、政府や王様と議会というのは基本的には対立関係にありましたので王様や政府からすると、まあ、議会というのは目障りな存在だったわけです。ですから自分に不都合な、まあ、その議会の議員をですねいろいろな罪をかけて逮捕してしまえばそういうことを言う人を排除できると。 いうふうふになっってしまった時期もあるわけですでそうするとですね一般の人たちの声民意というのが政治に届かなくなるわけで届きにくくなるわけでこれは主権者というかこの国民にとっては不利益なことなわけです。そういうことによって、えー、政府や王様その時の権力者が恣意的に 政治家を逮捕できないようにするそのことによってその政治家の先にいるです、ね、国民や民意を守るというのがこの不逮捕特権の趣旨でして日本でも明治期にです、ね、帝国議会という議会が開かれまして、まあ、これはプロイセン 当時の今のドイツのです、ねまあ、議会制度などを輸入したわけですけれどもそういう中で議員の不逮捕特権というのもです、ね、不完全な形ですが入ってきましたそして日本国憲法に至って、まあ、今の形の、えーまあ、ほぼ完全な形で、えー、国会議員の不逮捕特権を保障するという形になったわけです。ですから、まあ、この間違たいいけないのは 国会議員を個人を守るためではなくてその先にある民意、私たち国民の声をきちっと政治に届けるためにこの議員の不逮捕特権というのがあるということなんですね。で、翻って河合議員夫妻はです、ねまあ、この不逮捕特権の恩恵を受けて国会の会期中は逮捕されませんでした。もちろんこの不逮捕特権も例外がありまして、えー、捜査当局がきちんとです、ね、国会にこういう証拠があって逮捕したいので。 許可をお願いしますという逮捕許諾請求という手続きがありましてこれで国会が同意をすればです、ね、国会会期中でも国会議員は逮捕されることがありますただ、まあ、今年の国会を振り返ると割合に検察庁法のことであったりです、ね、東京高検検事長の不祥事であったり検察がまあ割と国会を騒がすことも多かったので、まあ、検察当局としても まあ検察のことでこれ以上国会の中で話題になりたくないというまあ配慮もあったのか、この会期の中でですね逮捕・許諾請求を出すということはありませんでした。不逮捕特権はですねあのそれだけ強い権限ですから、やはりそれに見合った説明責任というのもですね私は重要だと思うんです。で 河合議員夫妻はです、ね、じゃあ、これに見合ったきちんと説明をしていたのかどうかということなんです。で河井夫妻は今年の1月にそれぞれ30分程度の会見を開きましたでこの時は記者の質問も受け付けたんですがただ、この会見夜の10時頃に行われたんですがそれにもかかわらずマスコミに通知会見をやりますよと通知があったのは30分前だったんですね。 やはり夜の会見で30分前の通告というのは本当に真摯に説明をしようと思っているのか私は疑う余地が多くあるなというふうに思いましたそしてその後もです、ね、新たな疑惑が浮上するために国会などで私たちが、えー、勝之容疑者や安里容疑者に質問を投げかけましたけれどもそれに対してほとんど応じることはありませんでした 河合さんいつになったら説明していただけるんでしょうか。このまま説明されないおつもりでしょうか。そろそろご説明お願いできませんでしょうか。またね、ゆっくりね。河合さん一言いただけますでしょうか。いついつ。開けなつまでにコメントいただけたりしますでしょうか。失礼します。幼い幼いおっさん。幼いおっさん。おさないで。

まあ違和感を覚えました。特に大きな違和感を覚えたのはですね、国会最終日にアンリ議員が発した弁護士に止められていますのでという言葉です。アンリ議員が見るべきは弁護士の言葉ではなくて、自らを国政に押し上げた広島の有権者やまた日本の国民ではないかと思うわけです。まあこのアンリ議員のですね。 態度を見ていると私は保身しかないと受け取られても致し方がないのではないかというふうに思っていますもちろんこういう刑事事件はですね推定無罪の原則がありますから河合克幸容疑者安里容疑者にもそれぞれ自分の主張があると思いますであるならば逮捕される前に不逮捕特権で身分が保障されているのであれば国民に向けて しっかりとカメラの前で説明をする記者の質問に丁寧に答えていくこういう姿勢が必要だったのではないかというふうに思います河合容疑者夫妻のこのカメラの前での態度はあまりにも国会議員として不逮捕特権で身分が保障されている立場を身分をわきまえることがなかったと断じざるを得ないというふうに思いますえ私は今回 今から14年前2006年3月14日の広島県議会予算特別委員会の議事録を読み返しましたそこで目に止まったのは当時広島県会議員であった河合安里容疑者の発言ですこれは政治と金の問題で後援会関係者が逮捕された当時の広島県知事に対する問いかけです安里容疑者が そのの当時の広島県知事に対して問うた言葉を読み上げますもしこの事件の疑惑が事実だとしたら知事がこのことをご承知だったかまたはご承知ではなかったかにかかわらずあなたの責任というのは変わらないのですよ。この真実を明らかにすることだけが知事が生き残る唯一の道なのです。 この真実をあなたの口から県民の皆様にお伝えにならない限り、あなたの政治生命は損なわれてしまう。私が一言申し上げるとするならば、知事、男らしくなさいよ、私がもし広島県知事でしたら、おそらく辞職をしています男らしくなさいこれだけです。 今、安里容疑者そして勝幸容疑者はこの安里議員が14年前に発した言葉をどのように受け止めるのでしょうか。